チャトグプトを使った画像生成でも、この動画では、ファイルメーカーを用いたチャトグプトの画像生成機能のデモを行います。時間、対象などのフィールドを適切に入力します。OpenAI 経由だと API の料金が使用した分かかります。チャトグプトの Mac 用アプリケーションを使用して画像生成のリクエストを送信します。Mac のチャトグプトで新規が作成されます。画像ができました。設定で連続チャットをつけるとかぶせて再編集できます。季節時期内容に応じて簡単にイラストが作成できます。DALL-E 3頑張れ。おまけ動画では、このような音声をテキストから作成し、動画に貼る方法を説明します。残念ながら、Mac ではチャトグプトの呼び出しがうまくいかないこともありますが、今回は iOS のテキストからショートカットを利用して読み上げする機能を使っています。興味のある方は、ぜひ試してみてください。